はい、ということで皆さんこんばんは、ショータイムです。今回はですね、ちょっと遅くなってしまいましたが、先週末に行われました J1 第24節サガン鳥栖対サンフレッチェ広島の試合後感想について喋っていこうと思います。まあちょっとね、土日そして月曜日とバタバタしておりまして、数日経ってからのこの試合後感想になってしまったのはちょっと申し訳ないです。かなりのね、対象を収めたということで早く動画撮りたかったんですが、ちょっとこの今日ね、今日の火曜日かになってしまったということでね、まあちょっと振り返っていければいいのかなと思います。このショータイムは普段広島の情報を発信しておりますが、まあここからね、移籍市場というところもどんどん動いてくると思いますし、各チームの後半戦へ向けてというところも動画撮っていきたいと思いますので、 J リーグサポーターの方はぜひぜひチャンネル登録高評価で応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そんな感じで早速この試合について振り返っていきましょう。はい、ということでですね、早速この試合について喋っていこうと思います。まあこの試合というところですね、この試合が終われば一度中断期間に入るという中での、まあ前期というか、この中断前ラストの試合ということになっていました。まあホームのサガン鳥栖としてはなんとかね、今節は怪人がかなり勝っていましたので、そういう中でまあ残留争いというところで、この広島に対してまあ前期悔しい思いもしているでしょうし、なんとかホームでも最低では勝ち点1、まあもしくは勝ち点3を奪い切りたいという一戦で意気込んできたと思います。対するアメンのサンフレッチェ広島というところは、前節福岡戦にしっかりと勝ったことによって、まだまだね、このリーグ戦というところは諦めないぞという中で、もう一踏ん張りというこの中断前のラストの試合になっていると思いますし、まあ今節は、鹿島以外かな、上位陣が焦げたということで、まあこの試合にしっかり勝てば首位との町田との差は9に縮まるということで、直接対決もまだ残っていますし、まあそういうところでいくとね、まだまだ諦めないという中での、まあこの福岡戦に続く連勝できるのかっていう重要な一戦になりました。まずはこの試合のスタメンから紹介していきましょう。ホームのですね、サガン鳥栖です。ゴールキーパーパクユルグ選手、右から原田選手、山崎選手、キムテヨン選手、左に長沼選手です。フルス対決ですね。2ボランチには川原選手と福田選手で、2列目というところに右に中原選手、左に横山選手、トップ下にスリブカ選手が入り、ワントップマルセロ・ヒアン選手という11人でこの試合に挑んできました。対するアメンのサンフレッチェ広島です。ゴールキーパー大迫選手、右から中野選手、荒木選手、井岡選手です。まあ、井岡選手はこのサンフレッチェ広島デビュー戦ということでもありました。まあ、スキッペ監督がね、なかなかスタメンは変えないという監督、結構硬派な監督ではありますが、まあ、佐々木選手が前日の体調不良によりこの試合に欠場ということで、まあ、代わりに誰が入るのかということで、まあ、七選手だったり東選手、まあ、塩谷選手が入る可能性も予想はできましたが、抜擢してきましたね、岩原選手。まあ、もともと、京都だったりというところで J1 での経験は積んでいましたが、まあ、この広島でのデビュー戦ということで、スキッペ監督としても自信を持って送り込んでいったのかなと思いますし、まあ、岩原選手としても多少緊張感はあると言いながら、しっかりといいプレーをしてくれていたのかなと思っています。2ブランチには松本選手と塩谷選手、右に荒井選手、左に東選手が入り、2シャドウマルコス・ジュニオール選手と大橋選手、ワントップがドーグラス・セビエラ選手が入りました。まあ、ベンチメンバー含めてちょっと紹介させていただきますと、前節負傷交代しましたピエロス選手は、まあ、そのままね、今節もメンバー外。ミスター選手は前節、負傷交代しましたが、ベンチ、入りしたということで、まあ、大事には至らなかったという形になっています。まあ、あとは天皇杯で、顔面の方ですね、ちょっと負傷してしまった加藤選手もこの試合には戻ってきたということで、まあ、万全の状態で、この突戦に臨めるという一戦になっています。まあ、前節もね、かなり立ち上がりのところから激しく行われていましたし、しっかりと先制点を取れたということで、この試合も、なんとか先制点を取りたいという広島、21分に動きました。まあ、立ち上がりからですね、サガン鳥栖の一発を狙う、シーンと広島が押し込むシーンというところで、まあ、予想通りの展開にはなっていましたが、21分というところ、ゴールキーパーの大迫選手がゴールキックを蹴って、それをドーグラス・ビエラ選手が、ヘディングで反らして、そこに、ま、ちょっとサガン鳥栖としては、気が抜けていたのかなという一瞬の隙をつき、マルコス選手が先制点を取りました。いやー、これはね、してやったりだったと思います。まあ、立ち上がりからドーグラス・ビエラ選手のところで、キム・テヨン選手と山崎選手というところ、かなり手を焼いていた印象もありました。まあ、そこをですね、逆手に取り、ドーグラス選手、
手が反らしたところにしっかりと反応している。あのね、嗅覚というのはマルコス選手さすがだなというところもありましたし、まあ、マルコス選手だから反応できた部分だったと思います。まあ、しっかりと1対1というところも落ち着いて決めて、見事先制点を取ることができました。まあ、広島としては先制点を取れば未だ負けなしという状況になっていますし、まあ、そういうところを考えても、この21分で先制点を取れたのは非常に大きい得点になったのかなと思っております。まあ、そのまま前半というところはね、終了し、前半というところで広島も数多くチャンスを作っていましたし、まあ、サガン鳥栖というところも数少ないチャンスながら枠に持っていくシュートで終えるというところはね、徹底していたのかなと思いますので、まあ、ここは後半含めてちょっと気をつけていきたい部分だなというのはありました。まあ、ハーフタイムで交代はなく、挑んできた両チームということで、いざ入っていこうというところではありましたが、後半開始も10秒、15秒ぐらいですかね。トスのところ、右サイドのところから崩し、マルセル・ヒアン選手にアバウトなボールが入ったところ、ちょっと荒木選手の対応がミスってしまって、まあね、センターバックやってる方なら分かる通り、ちょっと内側から行かなきゃいけないところを簡単に、内側を取られてしまって、まあ、マルセル・ヒアン選手の体が強かったことで、まあ、ちょっとね、荒木選手がバランスを崩し、外側から追う形となって、結果的には、強烈なシュートを大迫選手の股を通り、失点という形になってしまいました。まあ、荒木選手はあそこ分かっていると思いますし、まあ、荒木選手もね、J1 の中ではかなり、屈指な強靭肉体を持っている選手ながら、まあ、それを吹き飛ばすマルセル・ヒアン選手の、強烈さっていうのは、さすがだなというのはありましたし、まあ、この選手はね、まあ、このまま点を取り続けていけば、まあ、海外というか日本国外やら、J1 国内でもこのオフにでも争奪戦になることは間違いないのかなというのはありました。まあ、あれだけ一人で打開できる、まあ、今シーズンこのシーンだけでなく、何シーンもああいうシーンは見てきたので、まあ、そういうところを考えると、まあ、争奪戦になるのは間違いないのかなというのは個人的に感じましたね。はい。まあ、広島としてはこういう後半の立ち上がりでしてしまったということで、まあ、ちょっと嫌な流れになってくるのかなっていうのは、正直この失点を見てありました。まあ、ですが、はい、広島というところを負けじとというところで、ドグラ選手に変えて三田選手、マルコ選手に変えて加藤選手ということで一気に2枚替えを行ってきました。はい。まあ、ここはね、功を奏したというところもありますし、まあ、マルコス選手はもともと、スタメンで出れるポテンシャルはあるというところもありましたが、まあ、この加藤選手と三田選手をベンチからスタートできるっていうのはね、今の広島の強みだと思いますし、まあ、ここでエンジンをね、ギアを落とすことなくより上げて、この61分から挑めていけたっていうのは、この結果的な4対1につながった大きな要因だと思いますし、まあ、トスとしては、あそこでガス欠になってしまったっていうのは、この試合の勝負の分かれ目だったのかなと思いますので、めちゃめちゃいいメンバーリングでしたし、交代のタイミングも素晴らしかったのかなと思っております。広島が攻める展開が多い中、マルセル・ヒアン選手を中心にですね、トスとしては一発を狙っていくっていう展開、まあ、一試合通して変わらずというところでありましたが、迎えた71分です。まあ、ちょっとね、トスのところが、クリアだったりっていうところをあまり大きく行えず、松本選手がそのままカットインからの左足ミドルで、追加点を取ることができました。勝ち越したんですね。うん。いやー、待望の松本選手の得点だったと思いますし、まあ、松本選手もね、あれだけ闘志をむき出しにして喜ぶっていうのはあんまり見ないシーンでもありましたので、まあ、サポとしても、あんな感情むき出しになる選手なんだというところで、まあ、びっくりした反面、松本選手としても結果という部分で、目に見える結果を欲しかったのかなっていうのは、あのシーン含めて思いました。まあ、ちょっとね、立ち上がりの失点で嫌な流れになるのかなというところは、予想できましたが、まあ、そこを、トスの方に持っていかせず、松本選手の得点で、勝ち越せたっていうのは、本当に大きい試合だったと、大きい得点になったのかなと思っています。まあ、トスとしても追いつくべく、堀米選手を入れてきたり、ウエビス選手、そして新加入の清武選手を入れてきたりと、まあ、手塚選手も入ってきて、まあ、なんとか1点を返そうというところではありましたが、87分ですね。右のところに、塩谷選手かな、がアバウトなボールを入れて、途中交代の加藤選手も本当にキレッキレのところで、クロスを上げて、そこでニアで潰れた東選手がちょっと触って、結果的には、大橋選手が決め切ったということで。まあ中もですね、正直、東選手はマンマークでしたし、中が他2枚いた中で大橋選手1枚ということで、ちょっとね、数的不利な展開ではありましたが、まあそこをしっかりと、大橋選手だけが
足を止めず動いていたゴール前まで詰めていたっていうのが、まあストライカーらしいなというところもありますし、前節に続く連続弾ということで今季11点目を決めることができました。そうですね、まあこの87分でとどめの3発目ということで大橋選手にも得点が生まれて、広島としてもよしよしという展開になったのかなと思いました。まあ最後にヘッシ選手が入ってきたり、青山選手、茶島選手が入ってきたりということで、各々が、途中交代の選手、いいプレーしてくれたなと思います。まあ最後の最後のところで茶島選手が入ってきて、右サイドを活性化させるっていう部分では、まあほんとさすがベテランの経験値だなというところもありましたし、まあ青山選手もしっかりと締めて、ヘッシ選手もしっかりとやってくれたということで、まあちょっとね、今季の課題にもなっていた広島の途中交代の部分で、より選手が結果を残してくれるのかっていうところは今節、かなりいいプレーを全員でしてくれたのかなというのは感じました。まあちょっと、順番は逆になってしまいましたが、青山選手たちが入る前に、最後95分ですね、三田選手がしっかりと決め切ったということで1対4。もうトスとしては万事休すになってしまったのかなと思いました。そんな感じですかね、はい。まあ、最後、ミッサ選手に、得点が生まれたっていうのは、本当に広島サポーターとしても大きい1点になったと思いますし、まあ、1対3で終わるのと1対4で終わるのは全然違うと思います。うん。ミッサ選手のね、心の持ちようというのも次節以降に繋がってくると思いますし、そうですね、いい雰囲気の中で、最少失点で終えれたっていうところが、広島としてはこの中断前、最後の試合ということで収穫は大きかった部分になったのかなと思っています。まあそんな感じで、先ほど言った通り結果的には1対4で、広島がシーズンダブルということで、前期に続く4得点を決めて、勝利できたという形になっております。勝ち点差を広島が積んだということで、24試合を終えて10勝10分け4敗。まあ未だね、一番少ない負けの数ということで、町田だったりが5敗しているものの広島は4敗ということで、なっていますので、勝ち点を40に積み、まあ、順位というところは変わらなかったものの、4位神戸に2差。で、2位と3位のガンバと鹿島に4差。で、首位の町田と9差ということで、まだまだ分からない展開。なんとか踏ん張っている、この大きな勝利になったのかなと思っています。福岡としては、福岡じゃない、鳥栖としては、今節というところで湘南だったり京都が勝ってしまったことによって、7勝2分け15敗で勝ち点23。札幌に次ぐ、19位ということになってしまいました。まあね、今節負けてしまったというダメージは大きいと思いますが、まあ一旦中断期間に入ってしっかりとね、チームを再築し直して、まあまだ、16位までは、1試合でひっくり返る勝ち点差になっていますし、そこまで気負う、落ち込むことなく、戦っていってほしいなと思いました。まあ、各々のポテンシャルっていうのは本当に高いですし、まあ、横山選手だったりというところで一人で戦いできる選手は本当に多いなということで感じましたので、まあ、しっかりと中断、休んで、また中断明けから勝ち星をつかめるように頑張っていってほしいのかなと思いました。まあ、広島としては、J1 チーム唯一の4冠が残っているということで、ACL、リーグ、天皇杯、ルマンカップということで、まあ、ここからね、中断明けから連戦が重なってきて、難しい、戦いが強いられてくると思いますが、まあ、新加入選手も昨日発表されて、ここからより一層優勝へ向けて頑張っていこうという新スター初年度になってくると思いますので、応援していければいいのかなと思いました。そんな感じですね、今回は、日曜日に行われました J1 第24節、サガン鳥栖対サンフレッチェ広島の試合後、感想について紹介させていただきました。はい、ということですね、今回は日曜日に行われました第24節サガン鳥栖対サンフレッチェ広島の試合後感想についてちょっと遅れてしまいましたが、喋らせていただきました。まあ本当に、収穫の多い中断前ラストの試合だったと思いますし、まあ井原選手もこれで広島の一員となれたっていうね、自負があるのかなと思いますので、まあ中断系また佐々木選手が戻ってきて、スタメン争い激しい形になってくると思いますが、頑張っていってほしいなと思います。ということで今日もお会いしましょう。この前だと思いましたらチャンネル登録、高評価、ご協力よろしくお願いいたします。まあ、ここから移籍の情報だったりっていうのもどんどん出てくると思いますし、まあ、広島としても後半戦向けてどのような動きをしてくるのか含めて、動画撮っていければいいのかなと思いますので、楽しみにしていただけたらなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。今日もお会いしましょう。ではまた。バー。